時間余裕ありますね。時間まだ余裕ありますね。今日はパタ意外とパタパタしてないですね。弱ってる気分か。なんか変な話だった。はい、ツイキャスが、はい、あ、消えちゃってます、ね、あ、20秒で始まります。ちょっと後で見ましょう。あ、OK です、すいません。ツイキャスって書いてあるやつをダブルクリックしてもらえば。FM ギノお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後5時を回りました。 79.7 メガヘルツ、ギノワン市急なヒルズ通りの高台スタジオにある FM ギノワンより綺麗な海を眺めながらサザンブリーズをお届けしております。本日のお相手は私、金曜日担当キャンとナリがお届けしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。2週間ぶりですね。そうですね、前週が、はい、すいません。いえ、もうしょうがないですからね。そうなんです、皆さんお久しぶりです。お久しぶりでございます。はい、まあ、先週なんですけど、はい、私も寂しいことに一人でお届けしたんですが、なんとかなんとかなんとか、あのヘッドホン、はい、イヤホン、後半戦後半戦をで、30分引っ張りまして、おー、あの時間足りないぐらいの、ああでもすごい、足りないぐらい熱く熱い思いを、皆さん盛り上がってたんですね。じゃあ、はい、お届けしましたよ。なんですね。いや、僕のねヘッドホン、イヤホンに対するこだわり少しも皆さん共感いただけたら嬉しいなと思っております。今日も楽しみですよ。今日はどんな話題が来るか。今日はですね、はい、ちょっと準備してなかったのを忘れてたんですけど、ちょっと今音楽かけてる間に考えようかな、はい、うん、キャンさんならまたどんどん出てきそうですね、今日も。はい、そうですね、はい、楽しみにちょっとお話ししたいと思います。はい、この番組はですね、午後6時までの生放送をお届けしております。はい、はい、今日もたくさんのメールメッセージお待ちしておりますよ。この番組はですね、電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページからリスンレディオで再生をクリック、スマホからは無料アプリリスラジでお聞きください。メールの方はですね、797@fmginowan.com、 797@すべて小文字で fmginowan.com まで。はい、本日早速ですけど1曲目参りたいと思います。今日の1曲目ですね、ちょっと僕の好きなロックバンドの曲を紹介したいと思っておりますので、あったあった、これですね。はい、ちょっと昨日の夜の番組がギターロックっていうテーマで、アーティストの皆さんが持ち込みで曲紹介をしてたんで、うん、あ、いいですね、ロックもたまには、はい、このギターロックって言葉聞いたら僕はもうこの曲が真っ先に浮かびました。はい、ブンブンサテライツでキックアウト。
なんか英語の歌詞かっこよく言えるの憧れで曲名すいません、ちょっと発音できてるか分かんないですいやさすがやと思って今キキャオラ、ちょっと最初お騒がせしました、すいません。いやいやいや、多分変なとこ触っちゃった。お月見さん、こんにちは。埼玉からついです、ね、いつもありがとうございます。本当に嬉しいな。そうか、今のうちにちょっとライブがないように撮ってみましょう。はい、今日もよろしくお願いします。え、ブライダルの人誰だろう、ゲスト誰ですかね。あ、私も会いたかったな。沖縄は昼晴れてたのに今雨が降りそうです。でもちょっと私が来るときも降ってたかな。このブンブンサテライツってバンドなんですけど、はあ、実はボーカルの方が2年前に亡くなりまして、あ、そうなんですね、はい、もう二度とライブでは聴けないバンドなんです。あ、まあ、でも結構このバンドさんの曲が有名になったきっかけ、海外で売れたんで、あ、へえ、スウェーデンかどっかのレーベルで、あ、すごい、デビューして、そこからずっと、そこからなんですね。逆輸入バンドなんです。あ、すごい。そっちパターンもあるんですね。実は日本の、バンドさんは結構すごい方多いです。今日何のこだわりやろうかな。また決まってる。いやでもネタの宝庫だからな、キャンさんは。私はなんか持ちネタ増やさないといけないの。意外とまだ触れてないんで、スマホっていうか携帯に関するこだわりやりましょうかね。あー、すごい。なんかメールっていつもなんだろう、その時間帯に来るもんですか、基本的に。いや、意外、あ、まあでも大体そんなもんですよ。前もって来ることはなかなかないです。あ、だからなんか遡らなくてもそんなに来るって感じなんですね、はい、やっぱり皆さんリアルタイムでこうやり取りしたい方が多いので。なるほど。だからもう大体やってる時間帯にメールが来る感じなんですね。前もって来る番組もあったりするんですけど、はあ、も一部の番組で、あ、やっぱり、あー、なるほど。はい、じゃあ曲が終わります。はい、お届けした曲は、ブンブンサテライツ、キキャオでした。ここで、このコーナー、キャンのこだわり。
はい、このコーナーはですね、私こだわる男キャンがお届けする、僕がこだわっている内容に対するコーナーでございます。はい、来ました。今日も来ました。はい、今日は一体何ですか。はい、今日は前もって準備しておりません。はい、なので、はい、急遽さっき1分前に決まりました。すごい、その思いつけるのもすごいですけどね本当に、うん、いや僕そういえばまだ行ってなかったなと思ったのが一つあって。あ、まだまだ出てくるんですね。はい、はい、携帯電話実はこだわってるんですよ。はい、基本的にはメカニックじゃないけど機械系大好きですね。機械系大好きです。はい、あーで携帯もこだわっているということで。こだわっております。はぁ、もともとですね、携帯電話、はい、ガラケー時代から使ってるじゃないですか、我々世代は。はい、そうですね。うん、僕が初めて持った携帯電話はカメラもついてない。あ、キャンさんちなみにおいくつの時にもう持ってました携帯は。高校1年生で。高校1年生はカメラもついてなかったんですね、はい、そうですね。まあ、やっぱり安い端末じゃないと親が許してもらえない。まあまあそうですよね。はい、通話料も全部月々の5000円のお小遣いで済まさないと。いい、なんかいい響き。その節約した分を日頃の遊びとかに使ったりとかですね。なるほど、はいはい、そういった形にするためにやっぱり安く。あ、そっか。てかそっか、カメラもついてなかったんですよ、もう思えば。ついてなかったですよ本当に。最初のガラケーって僕が初めて持った時の携帯電話、なんと、はい、ワンプッシュボタンがすごい話題の機能だったんです。何ですか、ワンプッシュボタンって何でしたっけ。折りたたみ式の携帯電話ってあるじゃないですか。はいはい、ああ、ありますよね。この折りたたみの携帯をボタン一つで開きますよ。はいはい、あ、懐かしい。パチッ、ありましたね。パナソニックさんの携帯電話だったんですけどね。懐かしい、ありましたありました。でもこれ初期型のオープニング機構だったんで、はい、あれだったんですよ、この本当にワンプッシュで全部開くんじゃなくて、はい、途中までしか開かない。で最後のは手動みたいな。ちょっと手動みたいな。だからなのでこれをまあ手首のスナップ効かしてパチチュッてハマってましたね。やるというのに、あ、懐かしいですね。ちなみに着信音は32話音でした。だそういった携帯電話だったんですけど、でも驚きの機能があったんですよ。はい、実はボイスダイヤル機能というものがありまして、うん、20件ほどですね僕の音声を登録できるんですけど、はいはい、あ、例えば親に電話するときに、はいはいはい、キャンしげみに電話とか。え、それで電話がかかるんです。え、今でいうなんかあれじゃない、シリみたいな感じですか、とかスマートウォッチとかみたいな。そんなハイテクな機能って昔からあったんですね。実はあったんです。僕初めて使った携帯からあったんです。でそれを活用してキャンしげみに電話とか。親のことフルネームで。フルネームで一回目の前でやって怒られました。キャンしげみに電話プルルとなってた、目の前に。意外となんかあったんですね、そんなハイテク機能が。実は日本の携帯ではすごい素晴らしくて。ハイテクですね、日本の携帯って、はい、僕の妹なんかに勧めたやつは、はい、世界初のタッチパネルについてる携帯電話を高校生の時に。じゃあもう結構前。そうですよ、もう本当に10年ぐらい前ですよね。に実はあったんですね。あったんですよ。今じゃね、スマホで当たり前にやってるのが、はい、すごい、意外と日本は最先端なんですね。僕が2回目に使ったのはこの画面の部分をちょっと曲げてビデオカメラみたいにできるやつ。ありましたね、それも。で横にこうカメラがついてて、それでビデオ撮影みたいな。これでスタートダッシュを取ってもらって、あ、歩数 30m まで何歩だねとかってやって。あ今じゃ考えられないぐらいの画質ですけど。めちゃくちゃ荒い画質のやつを一生懸命分析して、あ、ここがこうだから、この角度だからとかって。なるほど、楽しかったですよ。懐かしい。でそんな時代からですね、携帯電話こだわって使ってるんで、はあ、今のスマホって本当素晴らしいですね。ねえ、すごいですよね。何でもできる。確かに何でもできますよ。何でもできる、うん、そんな僕はですね、携帯電話時代からビデオとかも触ってたんで、大学に入るとこの携帯電話で再生できるように録画したミュージックビデオを自分でこのファイルを変換して SD カードに入れて、動画を見ながら聞くっていうのをついてきてないです。大学生の時にはやってました。
もう10年ぐらい前ですよ。なんか、ん？高度なことをまた。そうですね、いろいろ変換して、うんうん、変換してあのスマホに入れきれる、スマホじゃ、スマホじゃないですけど当時のあの携帯電話入れれるようにしてたってことですか。そうです、入れれるようにして携帯電話で見れてたんだ。ミュージックビデオ見ながら音楽聴いてました。へえ、あらゆる技を使って、あらゆる技を使って、あーすごいな、独学で勉強して、なるほど。それでこういう機械系とか結構好きなんですね。やっぱ好きなんですね。羨ましい。私そこら辺がめちゃくちゃ疎いんで憧れるんですよね。いやでもですね、そういうの難なくこなせる人に本当に。実は僕高校生からしか使ってないんで、あの高校入るまでパソコンも携帯電話も全く触れなかったんです。家になかったんで。でもその高校生の頃初めて持った携帯一つからじゃどん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 メカニックの道へ。そうです、もう全部説明書読んで、あこんな機能あるんだ、あんな機能、あすごいな。だからこのボイスダイヤル機能とか誰も使ってないんですけど、その時代とか、そっか、みんな使いこなせてないんだ、はい、説明書読んで、あこんなやったらできるんだってやって、へなかなか楽しかったですね。はこな、いやなんか意外とみんな今持ってるスマホでさえ割と使いこなせてないだろうなって、私もそうなんですけど、はい、そうスマートフォンはまたアプリに結構変わりますから。なるほど、そっか、そ、ね、端末のこの機能っていうのを選ぶとすると Android、やはりスマートフォンと言われる Android の方が、まあ、端末いろんな端末が出てるんで、はいはいはい、そこはこだわれると思うんですよ。でも iPhone 使ってる皆さんは、はいはいはい、iPhone っていうのは端末は変わらないじゃないですか、はい、うん、機能は一律じゃないですか。そうですね、そうですよね。なので使ってるアプリで機能が変わっていくと。あーそういう違いもあるんですね。そうですね、そこ か、 だからこの違いが分かると自分に合ってるの何なのかなっていうのを少し考えやすくなると思います。あなるほど。だから昔の携帯電話時代は携帯電話で機能変わってたんで、うん、そうですよね、入るアプリも変わったんですよ。この携帯ではこのアプリ使えないとか、古いからこのアプリ入らないとか、あ対応してないとかいっぱいあったんですけど、はいはい、まあ、今のスマートフォン時代、はい、割といろんなアプリ対応してますんで、あそう困らず、はい、必ずしもこの端末じゃないとっていうのはなかなかなくなったんですけどね、はいはい、だからカメラの機能だったり、あ画質ってことですか。画質とか、はあ、音楽聴くときの音質だったりとか。音質か、なるほど。あと意外と皆さん見落としがちなのは通信速度です。はい、はい、それ変わるんですか。変わりますよ。実は通信速度にも規格がありますからね。え知らなかった。早っ、あそうなんですね、はい、なので買うときに最新端末がいいのは、はい、早い端末の方がいいってことですよ、この通信の。なんかくるくる止まらないってことですか。そうですね、はあ、なのであのこのくるくる止まらないようなやり方をするために、あの、はい、この新しい端末のじゃどれぐらいのスピードで通信できるのかなっていうのも調べてると、あの意外とここは見落としがちなんで。いやなんか私ただ単純に なんだろう、その制限がそろそろかかってきたのかなとかもっていうぐらいのレベルでした。あとは通信、あの結構皆さんが使ってる時間帯とか遅くなったりとか。あ時間帯にもよりますけど。時間帯でも変わるんですかこれ、はい、でも端末のスピードが速いと そこもあんまり、その時間帯は逆にあの Wi-Fi とか使うよりも普通の通信で動画見た方が早かったりします。へえ、まあ、パケットめっちゃ使いますけどね、けど、はい、なるほど。ということで今日はちょっと携帯電話スマートフォンの、こだわりをちょっとかじってみたんですけど、はい、少しじゃあコメント拾っていきましょうか ねみんな結構来てるのかな、はい、大塚圭司さん、携帯電話は通話、カメラ、LINE、メール、ツイキャス、携帯ゲーム、他は使ってないな、使えないが本当だなということで。でもそうですよね、なんかでもツイキャス使いこなせてるのも結構すごいような気がしますけどね。そうなんだ。大塚圭司さん、空10年前でも40代か、やっぱりキャンさん若いなありがとうございます。20年前なんて言ったらもう小学生ですからね。そうか、僕らは。そうですよ、ポケベルぐらいじゃなかったです。あーですかね、ありましたよね、友達とか持ってましたね。なんかでも全然なんか使いこなせてなかったですけどね、はい、それすら。初めての携帯電話 IDO のペンケースくらいの大きさで、あ折りたためなかった、単音だったな。単音って何ですか。あの要は和音じゃないんですよ。あピロリロピロリローなんです。あなるほど。IDO のペンケースって何ですか。 IDO って呼んで当たってるのかなこれは。じゃこのペンケースぐらいの大きさのこのストレート型の端末ってことですね、はいはい、あーあああ
でしたよね。うちのそうだ、はい、父親とかはそうだ。ピッチとかあんな感じの。ピッチってありましたね。はい。懐かしい。今ってないです。今なあの医療用しか残ってないですね。PHS。そっか、ピッチとかありましたね。はい。懐かしいな。そうですね。キャンさん話題豊富なのにこと女性になると。なると。点点点。シュプリムさん、キャン君何、ハイサイ。今バタバタしてるので音声で楽しみますということで挨拶いただいてますね。レイニーさんも、ナリー、キャン君こんにちはということで。こんにちは。ありがとうございます。はい、大塚健二さんが、ブライダルのゲストの人来てないですか、キャンさんお願いしたいのにということで。はい。あ、ブライダルのゲストさんがいたんですね。前番組ですかね。あ、なるほど。ああ、そうだったんですね。僕もお世話になりたい。お世話になりたい。お世話になりたい。まあでも、そのうちね、何かいい出会いあるかもしれないんでね。そうですね。ありがとうございます。ちなみに今、外は雨模様でございます。ね、一気に、本当ですね。お昼は、あれ晴れてたのかな。私はちょっとお昼寝をしてたかわかんないけど。さっきまで結構カンカン照りでしたよ。カンカン照りでしたよね、はい、やっぱり。急に。来る途中にすごい大きい雨雲があったんで、ヒヤッとして。ヒヤッとしたら、はい、あら、はい。部活生が一生懸命雨の中走っております。あ、はい、そうですね、頑張ってるみんな、うん、あ、大塚健二さんから I do あ IDO ってさっき読んだ I do というメーカーです。 I do I do はい、I do 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 というメーカーさんが、あったんですね。ということで、はい、今日ちょっとかじりで、かじりで携帯電話スマートフォンのこだわりについて話したんですけど、はい、もっと詳しく聞きたい場合はまたメッセージいただければね。あ、そうですね、またキャンさんががっつりお答えしてくださいと思います。これちょっとあまりにも深すぎて、うん、僕すごい時間かけちゃうんでこれちょっとね、回に分けてお届けしたいなと。いいですね、続編も、はい、はい、なんなら昔の携帯では持ってきますんで。あ、持った、いいですね、はい、ちょっといくつかは残ってるんで。いいですね、紹介したいと思います。はい、楽しみです。それもあ、ナチュミンさんお久しぶりです。あ、お久しぶりです。キャンさんお姉さんこんにちはということで。あ、こんにちは、ナリです。初めましてかな。そうですね、はい、よろしくお願いします。お願いします。大塚健二さん、持ってんのということで、うん、実はこれ、ね、エキストラで出るときにちょっと使用したりとかしてすごい喜ばれたんですよ。なるほど、10年前 の、 年代設定で設定って、あ、撮影とかって、いいですね。ガンガンこれでも電話してるシーンしかなかったですね。はい、あ、でもあれ私は持ってるんですけど、電源入れたらどうなんですかね。つきますか。電源入れたら一応つきますよ。あ、すごい、つくんですね。充電してたら多分つくと思います。つくんだ。あ、理由がありまして、はいはい、自分すごいハードユーザーだったんで、はい、バッテリー必ず2個ずつ使ってたんです。あ、なるほど。だからバッテリーの劣化結構抑えきれてるんで。だからか、いまだに、はい、私実家の引き出し開けたらバッテリーめっちゃブーって大きくなっててパンパンですね。パンパンとか、うわー、そっか、なんかちょっと見たかったのになと思って諦めたんですよ、はい、なるほど。はい、ということで皆さん、はい、今日のこだわりいかがでしたでしょうか。ちょっとメールも来てるので紹介したいと思います。はい、これは進撃のめいちゃんさんから。めいちゃんさん、こんにちは。キャンさんとナーリーさんもいるかな。生放送お疲れ様です。お疲れ様です。ついに花の金曜日ですね。花の金曜日ってなんかわからないけどテンションが上がるんですよね。まあお仕事ですけどね、わら。では今週のテーマが宿題。宿題、宿題は夏休みの最終日までギリギリ花渡しです。わかる。良い子は真似しないで、まあ普通にみんなギリギリまで宿題やらないで、夏休みを満喫しちゃいますよね。では楽しく聞かせていただきます。録音しているので後ほど聞きますということでメッセージいただいております。はい、もう一つ、泣き虫サミシンガーさんから。ああ、これはあの方ですね。ということはサザンブリーザティン、キャンティーのカフェオレのせいで昨日眠れなかった。来週はここはよろしくです。ナリエ、今度番組に遊びに行くねということで、泣き虫サミシンガーさんからメッセージいただいております。これはですね、ゆうきさんですね、はい、ゆうきさんですね、はい、名前言ってきますよ。さらっと言われてでもゆうきさんもね、ぜひ遊びに来ていただきたいですし、ね、ゆうきさんの番組にも遊びに来てください。あ、やったやった、ぜひぜひ、はい、やったやった、うん、ということで今日のこだわりのコーナーでした。で、一旦 CM に行きたいと思います。
ソーラー携帯、シャープだ、私は持ってました。でも全然充電できなかったですよ。だけど私はあの充電量やっぱり足りないんですよ、あれだけだったら。ジャックされる。確かに。今日テーマ宿題だったんですね。ね、そうか、宿題。アマオトコレイニーさん、昔の携帯でしか撮ってない姪っ子の写真とかあるから古い携帯は処分できない。僕もですよ、そうですね、写真とか確かに、はい、D51 さんのライブを茶壇に見に行った時に撮ったやつとかが残ってたりするんで。え、でもあれでも SD に一旦写さないと写真にはできない、できないか、できない、できないですね。あ、まあ、写真といえばムービーで撮ってるんで余計に。あー、そっかそっか、なるほど。ナチュミンさんがまたキャンさんサイエンスワークをいつか。サイエンスワーク、うん、宇宙をやったんで。ああ、なるほど、ありがとうございます。そうですね、またいつか復活したいですね。まあ宇宙以外の話も結構できるんですけど、サイエンスで科学的な話だったら。あ、でも私も結構そっち系好きだ。じゃあちょっと宿題に絡めていろいろ話しましょうかね。あ、そうですね、テーマトーク、はい、じゃあ行きます。サウズンウェイ、サウズンウェイ、サウズンウェイ。はい、FM ギノアをお聞きの皆さん、時刻は、午後5時26分を回ったところでございます。FM ギノア急な高台よりお送りしておりますこのサザンブリーズ、本日のトークテーマ宿題。はい、宿題、皆さんのメッセージお待ちしておりますよ。はい、ということで、なんか片耳しか聞こえてないですね。はい、大丈夫です、はい、入りました。はい、ちょっとね、いろいろあったんでジャックとかね、はい、ジャックとか差しが甘かったみたいでね。はい、ちょっと今直しましたけども、はい、まあこのあと宿題トークテーマ皆さんあるようなのでどしどし送っていただければと思います。はい、お待ちしております。ちなみに宿題に関する思い出何かありますか。でも私もさっき、メールあったように、はい、ギリギリにしかやらないタイプでしたね。僕もそうなんですけど、唯一1回だけ1週間で終わらせたことあります。すごい理由があったんです。はい、宿題する以外に何もできなかった。あ、ちょっとね、小学校6年生の時に大きな手術をしまして、はい、手も足も使えない状態だったんですよ。なので外でも遊べないし、ゲームもできないし、やることなくて、じゃあしょうがないから宿題でもやって暇つぶそうってやってたら1週間で終わっちゃって。おー、あっという間に、あっという間に、もうこんな気持ちでやるとこんなに早く終わるのかっていうぐらい。やることなくなっちゃって、もうやらざるを得ない環境になると。そうですね、意外とすんなり終わるもんなんで、足んねえってなって、暇や暇やと思ってたら、もう目の前で妹と弟がゲームしてるんですよ。あー、テレビゲーム。なるほど。当時でいう任天堂64、大乱闘スマッシュブラザーズ、懐かしいをやってるわけですね、目の前で。はい、ある日ですね、まあ1週間ぐらい我慢したんですけど、はい、もうとうとう我慢できなくなって、負けるのも嫌だったんで、僕負けず嫌いなんで、はい、我慢してたんですけど、なんと片手で参戦しました。おおおお、はい、片手で、片手で、わお。このコントローラー 3D スティックを親指で引っ掛けてこうぐるぐる回して、AB のボタンを人差し指の付け根で押し分けて、で R ボタンでガードとかなんで、この小指で引っ掛けて、これを一生懸命ガチャ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 、もう意地ですね、ここまで来た。なんとか戦いましたね。おお、それしかもなんとか戦えたんですね。楽しかったですよ、さすが。意外と人間追い込まれると、あ、こんな力発揮するんだ。追い込まれると予想外の力を、予想外の力を発揮できるもんなんですね。僕はあんまりですね、ネガティブに考えない
ですね。今までこういう経験してるんで。いいですね。ピンチはやはりチャンスですよ。あ、素敵。いや本当ですね。なので、うんうん、皆さん、あの1日前まで宿題やってない皆さんもピンチはチャンスですからね。チャンスで、うん、はい、1日で終わらしましょう。終わらせる力があるはずですよね、きっと。無理やーって。いやー、懐かしいですね。宿題とか大人になったらなかなかね。うんうんうん、まあ宿題っていうか、まあ、あの日頃からの勉強は大人はやりますけど、うんうんうん、なんか持ち帰ってやるものってないじゃないですか。そうそうそうですよね、はい、うんうんうん、そういう意味では宿題ってものはなくなりましたけどね、うん、皆さん人間って一生勉強する生き物ですよ、ね、あの学生の皆さん聞いてたら ね耳にたこだと思いますけどね、大人になればなるほど勉強したいと思うんですよ。そうなん、不思議ですよね、はい、分かりますそれ、うん、実は、うん、この宿題なんですけど、僕学生時代ほとんどやったことないです。あ、普段の宿題、普段の宿題とかね、理由があります、はい、家でやると怒られるんですよ、おばあちゃんに。うっげー、なんで、え、散らかすなって、うけ、外で遊んできなさいって。あ、めっちゃいい、子供は元気に外で遊ぶもんだと。っていうのもただ単に家でなんか広げてるのが嫌だっていうことです単純にからいいや、遊べって、うん、遊べなので、あの学校で一生懸命勉強するという方法を身につけました、ね、ああやっぱピンチはチャンスですね。そうですね、そう、限られた時間で全力を尽くすという、はい、ましてや中高あの部活動も始めたんで、ああ、もう授業集中して授業でなんとかなんとか持っていく。そうですよね。いやで、要点を抑えればテストも大丈夫と。あ、うん、なんとかいけちゃう、なんとかいけちゃう、そういう生きる術を身につけました。身につけられたんですね、はい、うんうん、まあ、でも時間有効活用できるようになったんでラッキーな。そうですね、確かに、うん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 、まあ提出物関連はさすがにきつかったんで、とりあえず学校で終わらすようにしたんですよ。あ、すごい、それも休み時間とかお昼時間使って。へえ、それも術ですよね、はい、うんうんうん、で学校でやっとけば家でやる必要ないです。ないから学校で終わらせちゃう、はい、という。そしたらあとはもう部活動やって、家に帰ったらご飯食べてお風呂入って、あと寝るだけ、寝るだけっていう。いいですね。じゃなかったら好きなことやっとけばいいよ。そうですよね、ギター弾いたり。あ、いいいいだからそういうことで、まあ割と、うん、あの、あ、なんかやらないといけないことって別にやらなくてもいいんだなと、工夫するだけでいいんだな。あ、そうですよ、やらなきゃいけないって思い込んでるだけで、思い込んでるだけですよ ね意外と工夫次第では、はい、うん、いけちゃうもんですよね。まあでも宿題皆さんいっぱいあると思うんでね。ね、そうですよね、はい、そういう、うん、提出物関連はちゃんとやって、で、まあ、それ以外のものはね、うん、まあ、自分なりにうまく消化していただければなと。うん、そう、できます、できます、はい、うんうん、授業集中するのも大事ですよね。短期集中で、短期集中僕は睡眠学習も得意でしたからねではしっかり頭に入りながら、あまりにも疲れてる時に、ああやべえ、授業寝てたって思ったらノート書かれてました。あ、すげえあれ取られてるあれみたいな、寝てたつもりがしっかり書いてるみたいな、はい、すごい技を。友達に言われました、なんかコックンコックンしててしながらも、先生が板書してる時は一生懸命、あ、もう寝てるんですってだけど先生がはいって振り返った瞬間に起きて書いてるんです。いや、なんというすご技を身につけてたんですか、キャンさんは。だけど意識がなく意識がなく無意識だけどしっかり勉強してたみたいなでも字は読めなかったですけど、取られてはいるんですけど、あの、やっぱり何を解読か、ところどころちょっと後で解読する楽しみありますね。あ、なるほど、これはと、はい、まあ宿題と、うん、いう、このテーマですね、なかなか面白いですね。ねえ、面白いですね、うん、雨男レイニーさん、はい、広島カープの4番を打っている鈴木誠也選手は、宿題をする暇があったら素振りをしろと教えられたらしいですよとこれもなか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 ですね、特殊な教え方ですけど、まあでも、うん、それだけ野球にそれだけ、ね、はい、うん、才能があったんでしょう ねやったからこそのきっとね、今なんでしょうね、はい、期待があったからこそそういう言葉をかけられたんだと思います、うんうん、大塚健二さん、毎日あれしてこれして、そのために復習したり予習したり、宿題はずっとかもですねって、うん、まあ、仕事ですね、お仕事に関する宿題はね、
でもなんかどっかの国は宿題ないって聞いて、はい、へーって思いました。スウェーデンだったかな。スウェーデンじゃないですかね。ねスウェーデンの教育法は確か宿題とかなかったような気がします。あ、それもなんかそれで結構ありだよなってで。海外は割とディスカッションが主なんですよね。うん、ああ子供たちが自分たちで学んでいくような環境に仕向けることがすごいうまいです。うんね、えなんかそういう環境とか私もやっぱ息子がいるんで、はい、あいいなって、うんうん、やはり日本はあの詰め込み型教育ですから、ね、なんか今のカリキュラムでもう足りない情報量になってきてるじゃないですか。これをどう解消するかっていったらやっぱ海外に習っていろんなあの教育方法っていうのを習っていく必要があるかもしれないですね。ねえ、うん、取り入れてってほしいなと個人的には、はい、うん、なちみんさん、ですね、宿題夏休みの宿題は、最初の5日間で仕上げたものですが、私には2つ上の兄がいて必ず最終日になってあたふた出す始末、そしていつも、手伝わされていました。私の担当は読書感想文とポスター、休み明けに、寝不足で投稿が定番でしたと。なちみんさん偉い。 お兄ちゃんのお兄ちゃんののやつまでも手伝ってへえ、でもすごい。なちみんさんめっちゃ早いですね。最初の5日間で仕上げたって。すごいですね。すごいな。だから今本土ではなんか両親が手伝うとかっていうのもあるらしいですよね。あーらしいですよね、はい、果たしてそこまでして出す価値はあるのか。そうですよね。本当にやはり僕は子供できたらなんか自主性を重んじたいですね。うん、なんかやらないんだったら別にいいかな。もう本人のなんだろう責任じゃないけど、はい、っていうのも一つ学ぶ一つかもしれないですね。そうですね。ただしあの、うんうん、でもやりたいって思う方向に持っていくような教育はしたいです。あーでもそこができた一番ですよね、はい、もう本人が自ら動いてやるっていう。多分あの、うんうん、子供の頃って誰でも勉強したがりなんですよ本来は。きっと本来はそうなんですよね。なんでこうなってるの。そうなんです。いやもううちの息子とか信号を見てえ緑だよって言うんですよ、はい、だからあなんで、うん、なんで青っていうの。青じゃないよ緑だよって固くなりって、まあ、確かにそうだけどみたいな。そうなんですよ。そうなんですよね。子供って本当に。でもこれって面白いんですよ調べると。だって青々とした木々とかって言うじゃないですか。あー実は日本の青ってああいう緑のことだったんです。あでもなんか変わっちゃったって。変わっちゃったっていうか。そうなんです。定義が変わるんですよ時代で。だから困るんですようーんと言いながらだからあの大人ってやっぱこういうのをちゃんと答えるのって大変なので、そう結構こうかわし方とか上手くならないといけないですよ、うん、ねえ。ほんと子供は素直なんでね。うんうん、やはりあのでもかといって、うん、子供たちにそんなの当然じゃないのとかって言うと否定的になるとなんか勉強意欲なくなっちゃうんで、ね、うん、まあ、自分で調べてみなさいと図書館で本でも読みなさいと。そうですね。なぜ信号は青と言うのか緑なのに、はい、と。今の時代なんてインターネットもありますからね。ねえそうですよね。インターネットの辞書とかで ね、うんうん、ねこういうので調べてみたらとかっていう案内ができれば子どもたちも意欲まんまに勉強してくれると思いますよ、うん、大塚健さん、そうそう日本語伝えるのは難しいですよね。そうなんですよね。なちみんさんも、ちなみにポスターのテーマを勘違いして書いて怒られてしまい、まあ、怒られてしまいましたと。いや書くだけでも偉いですけどテーマテーマなるほど知られんわって話ですね。そうですよね。書いただけでもありがたいと思えって感じですもんね。そうですね本当に、うんうんうん、いや意外とこの宿題っていうテーマは盛り上がりますね。ねえ本当に、うん、まあ、でももう夏休みも終わりということですかね。ねえそっかそうですよね。もう9月に入っちゃったんですよね、はい、あっという間に。あっという間にね本当に夏休みの宿題いろいろ天体の絵を描いてデータを揃えて新聞みたいな形で出したこともありましたねすごい本格的小学校4年生ぐらいはあ、かなり好きだったんですねやっぱり。そうですそうです。すごいなということでまた後半もね、はい、こういったテーマ募集しておりますので皆さんメールメッセージの方お待ちしております、はい、じゃあ一旦ですねまた CM に行きまして、後半ですね、コーナーで、まあ、お天気情報ドルコツ情報の方から参りたいと思います。はい、
大丈夫です。見れそうですか？あ、OK です。はい。あの男レイニーさん、読書感想文は後書きだけを読んで書いていた。あこれはいいテクニックですよね。ねえ、なるほど。あの前書きと後書きでほぼほぼ全部内容が触れられてるん で、 あそれ読んで、あとは、この間をちょっと流し読みして、あで、なんとか早いです。懐かしい。はい、では CM が開けますね。はい、ではここからは、動骨情報とお天気情報ではナーニーお願いします。はい、ではお天気情報の方からお伝えします。はい、今日のお天気が南東の風やや強く、後南の風やや強く曇り、時々雨、ところにより雷を伴うとなっております。はい、はい、明日がですね、南の風やや強く曇り、時々雨、ところにより雷を伴う、2メートルとなっておりますね。はい、そうですね、ちょっと天気悪いですもんね。はい、崩れてきてますね、もう。はい、はい、じゃあ次が道路の高速の方からお伝えします。はい、お願いいたします。はい、あ、ちょっとすいません、高速の方が、はい、ちょっと私の方ですいません、間違えちゃったかな。じゃあ僕の方でちょっとお伝えしましょうかね。はい、すいません、お願いします。今道路交通情報、これは石川沖縄北インターチェンジの間でですね、上りの方ですね、はい、故障車があります。その前後もちょっと渋滞しているようなので、皆さんお気をつけください。はい、以上ですね。あとは一般道を参りたいと思います。はい、はい、一般道今だいぶ混み合ってますね。やはり花の金曜日からだからでしょうか。グスクマからですね、酒田にかけては上下ともに、非常に混み合っております。で、王者の交差点から前原交差点、こちらもですね、双方混み合っておりますね。はい、はい、で58号線ですが、グスクマ交差点付近、こちらの方に渋滞が見られますので、皆さんゆっくり気をつけてください。あと元年校の方もそうですね、今ここ渋滞しておりますね。あとは気になるのは茶壇国体通り、あ、国体道路なので、こちら漬けランですね。漬けラン側の方が珍しく混み合っておりますので、はい、皆さんね、ちょっとこちらちょっと気をつけていただきたいです。こちら8号線ご利用の皆さんは、割とちょっと渋滞し始めるはずなんで、ちょっと今日はですね、様子を見ながらゆっくり運転されてください。はい、以上道路交通情報でした。では、引き続きですね、宜野湾ニュースのコーナーに参りたいと思います。FM キノワ79.7MHz、 FM キノワ、 FM キノワニュース。はい、このコーナーは FM キノワからお知らせをするコーナーとなっております。まずはインスタグラムのキャンペーン、ファインデイズ沖縄宜野湾ということで、宜野湾ジェニックな投稿大募集ということで、
お知らせです。応募期間の方が2018年9月1日から2018年12月31日まで、タンブラーほか素敵なプレゼントを抽選で25名様へプレゼントとなっております。はい、皆さんで、インスタグラムを活用してギノワンをアピールしましょう。こちらの応募方法なんですけど、ギノワンでですね、まず写真を撮るんですけど、このインスタグラムのアプリをインストールしていただいた方が、アットファインアンダーバーデイズアンダーバーギノワンをフォロー、こちらですね、全部小文字でアットファインアンダーバーデイズアンダーバーギノワンをフォロー、ハッシュタグでこちらをつけていただく、ハッシュタグでギノワン2018と撮影場所、まあ、店名だったり地域をですね、はい、ギノワン内の、ハッシュタグに記載していただいて写真を投稿していただきます。そしてこのファインデイズをですねタグ付けしてインスタグラムに投稿していただきますと登録となりますので、皆さんぜひね参加させて、はい、参加していただきたいと思います。はい、いいですね。僕もなんか一つ送ろうかなと思ってますけどね。ねいいですね、ギノワンアピールで、はい、うん、ギノワンで僕大好きな場所があるんでね。ああそうなんだ。イコパーっていう公園。あはイコパー、はい、まあちょっとねかっこよく飛んでる写真とかを誰かに撮ってもらって、はい、でそれをちょっとイコパーをアピールしようかなと。あいいですね、イコパーアピール、はいはい、したいと思いますよ。はい、ではまた続いてのお知らせですね。はい、金曜日、まあ、早速今日から、9月走っておりますけども、金曜日のお昼のタイムテーブル改編のお知らせです。はい、今日聞いていただいている方はお分かりだと思うんですけど、割とこの時間のね、あの番組の変動がありますので、ちょっとお知らせしたいと思います。はいはい、13時からはビジネス天国沖縄、14時からラジオいい企画法律を語ろう、15時から、チカピカボイス、そして15時半にタピスタグラム、そして16時からは、グッタイムミュージックということで、月曜日のグッタイムミュージックが、金曜日に来ているのと、これまで金曜日放送している番組が前後入れ替えしておりますので、はい、皆さん今まで聞いてた方はねちょっとなんか変わってるなと思ってると思うんですけど、番組表とかをチェックの上、まあ、金曜日の番組改編がありますので、まあ、詳しくは、はい、ちゃんと番組のホームページの方からチェックしていただきたいと思います。そして、西日本豪雨災害の義援金のお知らせです。こちら引き続きやっておりますが、15日土曜日まで義援金の受付しておりますので、皆さんぜひね参加していただきたいと思います。カウンターの方にもねこの、現金を募るための箱を設置しておりますので、はい、そちらに入れていただいたり、あとこちら、沖縄銀行の口座ですね、口座番号1855259、口座名義、株式会社 FM ギノワン、こちらにですね振り込んでいただくと、これはギノワン市社会福祉協議会を投じて、被災地の復興に活用していただく予定になっておりますので、皆さんの善意、ぜひ、参加していただきたいと思っております。はい、そして、まあ、つながるんですけど、はい、来週15日はいよいよ FM ギノワンチャリティーボーリング大会。そうですね。こちらですね、宜野湾市社会福祉協議会さんと、共同でやっておりますが、こちらはですね福祉バスの老朽化に伴いですね、購入資金確保の取り組みを行っております。はい、そのため、今年で最終年を迎え180万円が目標ということで、この福祉バスの購入資金に充てるためにチャリティーボーリングの大会を開催します。日時が9月15日土曜日、お時間18時半から、そして、場所がですねギノワンボール、料金2ゲーム代込みで1500円、はい、靴代は別途となっております。懇親会もありますので、懇親会の方はまた別途料金になりますが、定員は40名とします。申し込みは、797@fmギノワン.com 797@fmギノワン.com、 もしくは電話ですね 098-943-0094 FM ギノワンまでお電話ください。申し込みは13日木曜日までとなっております。はいはい、素敵な出会いがあるかもと書いておりますんでね、ね、ぜひぜひ皆さん、はい、よろしくお願いいたします。僕も素敵な出会いを求めて参加しましょうかね。あ、いいですね、皆さんも、はい、ということで、はい、以上 FM ギノワンのお知らせのコーナーでした。
はい、時刻は午後5時48分を回りました。 FM ギノワン本日金曜日の担当、私キャンとナリでお届けしております。はい、サザンブリーズ、もうそうですね、コーナー全部終わりましたけども、はい、今日のテーマ宿題、はい、皆さんメッセージありがとうございます。ありがとうございました。はい、雨男レイニーさん、読書感想文は後書きだけを読んで書いていましたということで、これすごい賢い方法ですよね。そういう手があったかと思いながら、あまり学生さんにお知らせしたくないんですけど、ね、そうですね。まあでもしっかり読むのも大事ではあるんですけど、うん、やはり課題をこなすという面で言えばすごい効率的な方法ですね。そうですね。実はあのこの前書きと後書き読むだけでだいぶ本の内容が分かっちゃう分かっちゃう、うん、なので、結構感想文とかだと書きやすいんですよね。なるほど、そこさえ押さえておけば、はい、そして、はい、それに付け加え、まあ、速読に近いようなあの早読みで気になるところだけちょっと読んでいけば、なんと全部詳しく読んだような感想文が書けます。書けちゃうという裏技があったんですね。あの男レイニーさん、さすがですね。なるほど、賢い方法ですね。はい、ナチュミンさん、はい、感想文漢字を活用し多用したため、アホな兄は読めず、先生にカナを振ってもらった後、次から自分で書いてきなさいと言われたそうです。思わぬところでバレちゃったんですね。もうそりゃバレますよ、自分でやってなかったら内容答えきれないですからね。そっか、そうですもんね、はい、うん、お兄ちゃん可愛らしいです ねいや、自分はなんか宿題とかもう そこまでして人にさせてまで持っていく気はなかったですね。もう潔くやってませんとやってません、もしくはもうやったよでも堂々と持っていくか、あ、どっていくかのどっちかで。ただ一番焦ったのは宿題ではないんですけど、中学生の時生徒会入ったんですよ。で初めて、この朝礼で挨拶する担当を任された時に、はい、まあ、先生に何度もリハーサルをして、まあ、事前にこの読み上げる文を書いてこいと言われて、はい、書いてきて原稿用紙1枚分仕上げたのを、なんと、はい、家に忘れました。当日朝、うわー、これひやっと、仲のいい同級生2人には伝えて、はい、どうしよう、俺忘れちゃったよと、はい、どうやって乗り切ろうと思ったら、もう俺たち助けきれんよって言われて、もう自分で乗り切るしかないじゃないですか。はい、追い詰められた、追い詰められたら、なんと練習してたおかげで内容ある程度覚えてて、おお、さすが、あの、はい、アドリブも混ぜつつ覚えてきたよ風にで話をして、おお、いけちゃった、あいつはできるやつだと逆に評価されるようになる。見ないでも暗記をしてペラペラと喋っとると、喋っていると、すごいなあ。いや、土壇場に強いですね。忘れただけなんですけどね。ね、実はだけどちゃんとできちゃったという。そうそうそう、すごい。あ、結構こういうあの一夜漬け的な暗記僕得意だったんで。あ、すごいな。入ってたんですね、じゃあなんだかんだで。小学生の時一番嫌いなテストが漢字50問とか。ああ。大嫌いだったんですよ。ありましたね。自分数学とか理科が好きだったんで。あ、本当に国語系の教科が苦手でですね、本当にこの漢字のテストとかが一番最悪で、どうやっていつも乗り切ろうと思って、うん、一旦書いたやつをずっとテスト前にこうやって眺めて、あー、でもそれで乗り切れちゃ、結構入るんだ。半分から8割は書けました。わー、すごいな。まあでも皆さん真似しないでくださいね。こんなのなかなか続かないですからね。中学校からできなくなりましたね。小学生まではいけたのか。小学生まではいけましたけど、もう残念ながらもう本当に中学生になると記憶力がえ、あれ、どうしたんだ、どうしたんだっていうぐらい本当に分からなくなっちゃって、そっか。いやー、でもいい経験でしたね。ねえ、まあ、こういうやり方もあるし、まあ、いろいろ工夫しながら、うんうん、まあ、乗り越えていこうっていう。そうですね、うん、まあでも一夜漬けダメですよ。しっかりと勉強して身につけた方がいいですよ、うん、そうですよ、きっと。この前、うん、水曜日の番組で専門学校の、あの校長先生来られてて、はいはい、いろいろ話が盛り上がりまして、はい、
すごいね、10年前に勉強したのまだ覚えてるんだって褒められました。おお、すごい。 ありがとうございます。学生でもわからない子いるよって言って言われて、すごいすごい、やったやった褒められ、大人になって褒められるの嬉しいですね。嬉しいですね。そう、大人になって褒められるの嬉しい。あの勉強ってやっぱ何か生きるんでね。うんうん、将来あの役に立ちますんで。なんだかんだ立ちますよね、うんうんうん。数学って何の役に立つんだってよく言いますけど、あ意外と使いますよ。社会人になると使いますんでね。うんうん、まあ、損はないですよね、基本的に。基本的に損はない。学んでて損はない、本当に。で忘れるのも大事ではあるんですけど、うん、嫌なことは忘れたらいいです。ただ、知識に、うん、あの覚えすぎというものはないので、うん、本当にそれですよね。あればあるほど便利です。あればあるほど本当に損はない。自分の頭の中に便利な道具いっぱいこうやって並べておいてるような感覚ですからね、うん、なんかいつかそれが点と点がね線でつながったりすることも、うん、あります。から本当に無駄なことはないですよね、全然。だから学生の皆さんは自信を持って勉強していただきたいと思います、うん、本当に、うん、残り1分になりましたけど、最後メールが届いているのでちょっと読ませていただきたいと思います。はい、泣き虫サミシンガーさんから、キャンティーが、ちゃんと仕事してるのにびっくり笑っ、そのままラジオでちゃんと仕事してねって。いやしてますよいつも。なりえそのままラジオ遊びに来てってことでメールいただいてあります。はい、 いつもしてるじゃないですか僕みんなが喜ぶからああいう対応をしてるんですよ。そうなのか。ということで今日も皆さんどうもありがとうございました、はい、本日お相手したのは私キャントなりです。ではこの後の番組を皆さんお楽しみください。ではでは、さようなら。はい、シュクリームさんありがとうございました。ありがとうございました。天本コリンさん、読書感想文の小説が映画化されたら DVD を見て書くのもいいですね、ということ。あ、これめこの方が上楽ですね。なかなか。お疲れ様です。ありがとうございました。